僕頑張るぞ僕はタム兄ちゃんの妹だぞええー、兄ちゃん知らないのうーん、しょぼん。どうだグーの根も出ないだろう,うグーの根って何だろううはぁなんで僕をいじめるのさ嫌なことする 僕も強かったでしょタム兄ちゃんといっぱい修行したんだ。僕、あんまり戦いとか好きじゃないんだけどなぁ。にゃんいい勝負だったぞ僕も大きくなったら、こんな武器を使ってみたいなぁ。お姉ちゃん戦士なんだ僕の兄ちゃんと同じだね僕もこのお面つけたら、 サム兄ちゃんみたいに強くなるかなはーいパピーと友達になったぞ今度一緒にグリーンヘルに来てね僕、この食べ物も好きなんだうーんリンゴ美味しいぞ僕も、歌舞伎をやるぞうにゃーんベベン 僕もいっぱいブーメランを練習したんだ武器を二つ持ってる相手にも負けないぞタム兄ちゃんに勝ったわーいわーい煙の中に消えたり、木と変わったり、すっごく楽しそうだぞ僕もやりたいブ、ブーメランが傷だらけに、力任せに切らないでほしいぞ お腹の上がすごく気持ちいいぞ。はぁ、あ、なんだか眠くなってきたなぁ。はあ、はぁ、あ。何も覚えてないんだね。それはきっと、すごく寂しいことだぞ。僕、バナナンがいっぱい食べたい偉い人ならたくさん持ってるって聞いたぞ 自慢するんだこの武器すっごく重いぞよくあんなにブンブン振れるな村の宝を返せあれ持ってないあごめんなさい。 おじいちゃんに相談しておくね。ジャンプして傘を開くと、ゆっくり落ちてこれて楽しいぞ。これ、ちょうだい。逃げる影を見ると、踏みたくなっちゃうんだよね。火は人に向けちゃダメなんだぞ。よくお母さんに怒られたんだ。どうだ。僕は虎よりも強いんだぞ。 この弓、借りてもいい僕、どうしてもやっつけたい鳥がいるんだ。あの水が大きくバシャーってなる技を使えたら、電気うなぎ簡単に捕まえられるのになー。んお姉ちゃん、人の匂いがしない。カンカン。ああ、これは何の動物の匂いだろう。 タム兄ちゃんの剣と同じくらい長い剣だなぁ。あんな風にピューンと動けたら、僕もすぐ家に帰れるのになぁ。僕とよく似てるね不思議だぞお姉ちゃんはきっといい人だぞ一緒に遊ばない村の宝を返してもらうからねやっと帰った れたむ兄ちゃんに会えてよかったな。たむ兄ちゃんに僕の居場所を教えたのパクパクだったのそうだったのか。えらいぞいやっと、頑張ったぞこの石キラキラして綺麗なんだよね。内緒でつけていこうっと。侍ムラ